インクを入れる回でございます。今日はですね、4本でいいかな。黄色とオレンジとピンクと緑、これねちょっと入れていこうかなと思っておりますが、どうしようかな。これね、まず、アーカイブ見る方もいらっしゃるかと思うんだけれども、何のペンかっていう話ね。これは、万年毛筆っていう名前らしい。どうも。万年毛筆という名前らしいです。それで、アマゾンで売ってます。結構、一本がお高い。650円ぐらいするんだけど、万年毛筆っていう名前で売ってます。で、これはスクリューペンになってるのね。だからインク入れるとこを見せましょうかっていう話したんだけれども、これスクリューペンって何って、ここスクリュー、わかる？ここ。スクリューになってて、万年筆とかでね、スクリュー万年筆いっぱいやるんですけれども、そのタイプの毛筆になりますね。これね、毛筆になってます。もう持ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、と、これでね、Amazon で買うとね、3本1セットになってます。3本で1セットになってます。で、3本だか、サブ6、18、1800、もっと、2000円ちょっとすると思います。これね、買うと。で、私はこれなんでこんなにたくさん同じもの持ってるかっていうと、今、流行りのさ、テムで買ったのよ、こっちは。で、まだ入れてないのがね、2本あるんですけど、テムね、今ね、このライブあるからと思って、皆さんに調べたの。調べたらね、テムね、ない、今。ありませんから、こちら、スクリューペンが欲しかったら、アマゾンで買うしかない。で、楽天も見てみたんだけれども、楽天もあるにはあるんだけど、なんて言っていいの？高い。1本1000円ぐらいします。だから、万年、スクリュー型の万年筆ペンは高いなっていうことですね。中身が。中身を自分で調合できるからと言ってもね、お高いです。でも、中身を自分で入れられるからね、楽しいっちゃ楽しいので、こういうの好きな方は、ぜひ、Amazon とかでね、買ってみていただければいいかなと思います。はい。そんなスクリューペンでございました。で、インクなんですけど、インクどうしてるかっていうと、私ね、いろんなインク買ってるんですけども、これもまたね、こういうのがあって、初めてのカラーインク作りリキッドみたいなのがあって、これね、4色なんですよ。4色って何って、透明が1個と、黄色、まあ、ピンク、青、もうインクカートリッジと同じね、これを調合すれば、いろんな色ができるよっていうやつで、これだと初めてのインク作りだから、こうやってね、何と何をどれぐらい混ぜるとこの色ができるよっていうのまで入ってますから、すごくいいと思います。なので、これ、よかったら、これもAmazonで買ったと思うんだけど、メーカーがクレタケだから、すごくいいと思います。で、クレタケさんはさ、こういうのもあるの知ってます？空っぽペン。これなかなかよくって、これね、スクリューペンじゃないから、結局のところなんかこのインク入れみたいなのにインク入れなきゃいけないんだけど、それでもなんかこういうのから、こういうのにインク入れて、こういうの作ってね、インク入れて、このスポイトがあるからスポイトで入れられるのね。で、実際私ね、この空っぽペンを使ってるはずなんだけど、見当たらないさ、また出ましたって感じなんだけど、見当たらない。で、こういうカートリッジだけでもいっぱい売ってるのを。で、ほら、一本使ってあるの分かります？これ。使って2回使えないかなと思って取っといてあるんだけど、こういう風にね、何回も使えるかな、どうなんだろうっていうところが不安なところではありますけれども、こういうの使うこともできますので、
カラポペンはね、やっぱ600円ちょっとするかもしれないんですけど、多分お近くのね、文房具屋さん、もしくは、まあもちろんこれだったらね、どこでも売ってます。Amazon でも何でも、通販するところですね。だったら、もっと安い文房具専門店とかもあるかもしれないけど、そういうところで売ってますんで、カラポペンは、おすすめです。このスクリューペンよりはおすすめ。これインク入れるのも大変だけど、でも見た感じは綺麗。うん。このカラポペンも、インクがこれぐらい、万年筆のインク入れと同じ大きさだから、これね。これ一本がこの大きさなので、色は綺麗に、出ます。から、持ってて楽しいかなっていうのはあります。で、インクはこれ使ってもいいし、今売ってるかどうかわかんないんだよな。これ知ってる？これ、ダイソーの。今さ、ダイソーさん、これ500円なんだけど、これ1本100円で5本入りだから500円なんだけど、これダイソーさんさ、いろいろ、今、なんか、なくなったもの多いじゃない？とか高くなったものが多いんだけど、なんで、ちょっと売ってるかどうかわからないんだけど、これはインク調合するのに、楽しいし、中に見ていただくとわかるんだけど、これもやっぱり調合の仕方が書いてあるのね。ここに。ほら。調合の仕方が書いてあるから、これ見て調合していくっていうのもいいと思います。で、私のこの黒。これ、黒じゃなくって、このグレー使ってます。このグレーね。これ何も使ってない。今開けたんだけど、私はもうこれをね、3本目ぐらい、3つぐらい買ってあるんで、ここに、この、2回目に使ったやつですね。ここにあります。これ。これです。で、これに、黒もある。普通だったら、これは黒がない。で、もちろんインク少ししか入ってない、初めて3用だからね。このダイソーのやつは、でっかくて、1本売りで最初売ってたのよ。なんだけど、5本売りで500円っていうのを見つけたから、それを買うようにしたんだけど、これも、調合するのになかなかいいと思いますので、ぜひぜひ、これでもいいと思いますから、使ってみていただくといいんじゃないかなと思います。ではね、今日調合しないやつからまず入れさせて、このピンクと黄色。あんまりたくさん入らないからね。いっぱい入らないと思ってください。これ、透明なコップです。そこにインク入れます。これぐらいでいいです。こんなにたくさん入れちゃうと、あと、戻せないからさ。これ戻そうと思えば戻せるんだけど、ここで外せばいいからね。だけど、あんま戻せないと思った方がいいと思うので、あまりたくさん入れないです。で、黄色あります。で、最初にこれもうこんな、ここが開いちゃってるので、スクリューを動かしておきます。動かすとここ出ちゃうので、ここに置いといて。今わかりますかね？わかんない。見えないね。スクリューを動かしておきます。で、ここ出ちゃうからね。ほら、出ちゃうから気をつけて。で、全部出しといて、そこで、ここにつけて、スクリューを引っ張っていくと、このインクが、この中に入る、ということです。で、ゆっくり引っ張っていかないと、いけないのね。これ、鉄則、ゆっくり引っ張らないと、入らない。入ってるかなどうかなっていう話。入ってる。はい、ここ全部ほとんど入りまして、ここにスクリュー引っ張ったらインクが入りました。黄色終了です。で、書くときにインク出なくなったら、ここまた回せば、また見えないとこでね、回せば OK ってやつね、ここ。はい、黄色終了。そしたら今度ピンク。ピンクいきまーす。ピンクそんなにいらないな。ちょっと入ってるもんね。結構入ってるから。それにもうだいぶここまで押してあるね、私。押してあるからあとは引くだけです。
見えないね。ごめんね。今引くのに必死で。見えなかったね。文房具好きの方はね、こういうのたまんないよね、きっとね。はい、入りました。あんまり入ってないけど。けどいいや。はい、ピンクです。これやっぱ手汚れるのが嫌な方とか、この辺汚れるのが嫌な方とか、新聞紙引いたりとかね、してやってください。はい、で、あとは、ちょっと調合しないといけないやつで、ちょっとこちらが、ピンクと黄色を調合して、オレンジになってます。なので、ピンクと、何対何とか、あまり気にしたことないからわかんないんだけど。あ、本当はね、これ割り箸があったらいいね。割り箸で、ちょんちょんちょんと混ぜる。黄色の方多めにしないと、ピン、木、ならないから。ちょっと。いや、ちょっとまだ、まだオレンジっぽくないよね。あ、オレンジっぽいか。はい、これをここに。少ないな、もうちょっとやりたいな、という感じで色は足したり引いたりしていけば大丈夫です。どう？オレンジになったね。にここに入れてきます。こんな感じで私はこの色ペンを作っているんですね。皆さんもこういうの好きな方いらっしゃいましたら、ぜひやってみていただくといいと思います。ちょっと、ちゃんと入んなかったんで、もう一回ちょっと。ね、こんな風に入ったり入んなかったりするからね。だからね、少しずつの方がいいです。これまた洗えば使えますんでね。で、今度はこれね、青と黄色。ね、黄色って結構使えますよね。これね、ほんとわかんないんだけど、ダイソーさん。売ってるところには売ってるんだけど、売ってないところには売ってない。意味わかんない。売ってないとこには売ってないって。もう、うちの近所には売ってないです、これ。だけど、ちょっと見つけたりすると、買ってくるんですけど、いつなくなっちゃうかわかんないから。で、バラ売りしてるところもあるんで、バラ売りしてたら黄色だけ買ったりとかします。なんでもそうですよね。黄色って結構早く終わらないですか？それは私だけ？今緑調合しましたんで入れている予定。やっぱね、アマゾンで買った方がね、ちゃんと入るさ。テムで買うとね、中国製だから。あ、でも結構入ったね、ちゃんと。はい、でも同じだと思うけどね。はい、お付き合いありがとうございました、皆様。これは後で、洗えばまた使えますので、洗って使いましょう。ということで、二度も三度も紹介しないんだけどね。また、わかんなくなったらアーカイブ見てください。これね。調合。ペンペンでございました。では、また今日もお名前書いていきたいと思います。